し、桜が綺麗だね。満開だね、これ。完璧だもんね、あの辺の子もね。拳と桜と、後ろなんかもね、桜いっぱいあるし、実に綺麗な釣り場ですよ、最高ですよ。でこの梨抜き桟橋で俺がやってるのが、今日は13尺の提灯両団子当たったよ。空振んで、なんだろう、団子も高天ベースの、去年ね、自分自身で、いろんなところで試して、良かったブレンドなんだけど、高天ベースで高天にカルネバ、そして、葉をパラパラ、後からこう、葉で麩を立たせたみたいな感じの餌です。餌落ちがこの赤潜ったところ、8目盛り出しかな、とりあえず当たらないときは両団子はもうやっぱり早く切り返して次の当たりもらえるように、打つべし打つべしですよね。素直に馴染みすぎちゃってっかな。今も軽く触ったけど、それまでにやっぱり多少受けてくれた方が一人じゃ高くなりますよね。てか当たる確率が高くなるよね、その方が。でこれも回収松園忠助の13着で、道糸が大縄張り材と白の道糸の1号、ハリスが 0.5 号で、針が上下ともバラサの8号、長さがもう55センチの70センチですね。で浮きがネクストステージ G、グラスムクのついたモデルの、11番で、餌落ちが全11節中8目出しで、餌落ちを設定しています。で、ね、なるべく、触りながら入っていって馴染み切るか切らないかぐらいのところで当たってくれるっていうのが、俺なりのベストだと思うんですけど、やっぱ両団子の走りっていうか、はざかいきっていうか、団子で動きそうなんだけど、釣れるのは、周り見ると釣れてるのはセットの人がほとんど釣れてるっていうような感じの状況なので、団子屋さんに食べきれないっていうような感じなのかな。触りはあるんだよね、今みたいにね。触りはあるんで、釣れなくはないんだろうけどな。結構これ高い位置で強く触ったんで、この辺からでも落としてくれれば、いい感じなんだけどな。
としてよ、そこで。そこで落としてよ。前からの当たりだったけど、やっぱ食うとね、ああやって強めに当たってくるよね。ほら、いいヘラっしょ。ほれ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 。重たい。それ。あれ保留物だな、これ。結構走るよ。泳ぐ。うん。保留物だけど、よく引くな。保留物じゃねえか。綺麗なヘラ。よいしょ。ういがすげえよ、これ見てよ、これ。ほら、こんなに肩が張ってんの。すっげえよ。はい、それでは餌を作っていきたいと思います。今日はね、つぶらたこのこの梨の木桟橋で提灯両団子ということで、やってるんですけど、まずベースとなる餌が梨はこの高天ですね。これもまとまりが
良くて芯残りも良くて適度にばらけて適度に修行力があるっていう、まあ団子のまあ本当にベースとなる餌です。はい、じゃあこれが200カップで2杯、400ですね。はい、そしてカルネバです。もうね、最初昔カルネバこうペッタ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 して好きじゃないなんてね平気で皆さんの前で言ってたんですけど、最近カルネバがないと釣りができないぐらいのカルネバマニアになってしまいました。でこれがなんでかっていうと、ね、やっぱ簡単に餌が持たせられるんですよね。それと最近の地合いが、まあ、ある程度こう軽くで、粘った餌をゆっくり落としてあげるっていうところが一番ヒット率が高いんで、このカルネバがないとちょっと釣りが成立しないっていう感じです。はい、でこれが 200cc です。で一回、軽くかき混ぜて水入れます。はい、200でもちょっと水量が多いぐらいですから、しっかり一回かき混ぜてもらって、ちょっと練り気味です。私はちょっとここで練り気味に、はい、して、でここにバラケマハ、これを200入れます。でこれをザクッとこうほぐしてあげるような感じで混ぜてあげる。これで団子餌は完成です。ただこれをこのままこう打つんじゃなくて、こうやって打つんじゃなくて、僕はまあ使うところをちょっとこう押し練りをしてあげる。手水を打って押し練りをしながら、この部分を使ってます。でこっちの方は元餌として使いますんで、またボソにしたり、手水を打ってこうしっかり栄養を抜いたりとかっていう風に、まず同じ一つのボールの中でもこのようにして使い分けています。はい、こちらのネクストステージグラスですが、規格はね8番から13番まで、で僕が今日使ったのは、13弱で11番、で15尺で12番を使ったんだけど、自分が使ってて、例えばあのシイノキコとかつくばことか龍源コとかで8尺9尺のタンバリスの提灯なんかやるときは、それでももう10番11番ぐらいつけますし、逆にこういうとこで、まあ、もっと落下はゆっくりさせたいって言ったときはこう9番とか使うし、でまたヒゲの仮釣り輪のヒゲのセットなんかでもまあ使いやすいんで、何尺だから何番っていうんじゃなくて、その釣り方に応じてパンと張らした方が釣りやすい時はちょっと大きめ10番11番使うとか、ゆっくりなじませたいって言ったらもう小さめを使うとかっていう風な、選び方をするといいのかなと思います。なので、今日のグラタの13尺は11番、シイノキコの8尺提灯タンバリスは10番、こんな感じで、私は使い変えています。はい、でまあこのネクストステージグラスですが、特徴としてはまずグラスムクの浮きってうちでネクストスプラッシュっていうのがもともとあるんですけど、それはどっちかっていうと湧くような地合いの時に、馴染ませてあげよう、深く入れてあげようっていうような、まあ、イメージの設計をしてるんですが、こちらの場合は、まあ、今日みたいな場合でもそうなんですけど、ゆっくりなじませていってあげる、ゆっくり魚に合わせてなじませていくことで、そこから食い当たりを誘発するっていう風な、設計になっているので、同じグラスムクでも、動き方は、大きく変わると思います。ですので、魚に追わせながら釣りたいなっていう時は、ステージグラス、湧くようなところで、餌を棚まで入れたいっていう時はスプラッシュというような使い方をするといいかと思います。まあね、このつぶらたこも、今日は桜、
満開ですけど、夏になってもね、またこの桟橋、ジベラが、綺麗なジベラが、たくさん釣れますんで、また遊びに行きたいと思います。ありがとうございます。